タフアはサモアのサバイイ島の海沿いにある村。パラウリ行政区に属し、島の南東部にある半島に位置している。人口は408人。タフア熱帯雨林保護区は天然の熱帯雨林の保護を目的として1990年に制定された。これは村の主張が自然保護活動に関与する三者との間で交わした合意に基づくものである。保護の対象には、 熱帯雨林の中を通る航路のほか、タフアカザンクレーターに至る経路が含まれている。タフアカザンクレーターには、希少なサモアオ,オコウモリが生息している。この熱帯雨林は、また、いくつかの固有種の生息地域となっている。絶滅危惧種大橋場とは、サモアの国鳥でもある。シーコロジーは、地域所得や、生活手段の創出を支援するため、村に2層の漁船を出資した。 海岸沿いにある、この村までは、幹線道路である、サウスコースとロードから6キロメートルほどの距離に一致している。村へ至る道と、幹線道路との分岐点から5分ほど車で移動すると、サレロロガの町やフェリーターミナルに着くことができる。ありがとうございます。